写真拡大。中日さんの旧阪神、26日、名古屋ドーム。阪神が8回に打者一巡の猛攻で一挙5点を奪って逆転。6カード連続勝ち越しを決め、貯金1とした。矢野監督は助っ人の待望の一発を喜んだ。2点を追う6回、西走者なしで打席を迎えたボアは、中日先発の梅津が投じた1ストライクからの2球目、外角高めの145キロの直球を捉え、打球は左翼ポールを直撃する6号ソロとなった。矢野監督は、何でもいいから一発というか一本出てくれれば、本人も気分が違うと思うんで、上がっていきそうというか、上がってもらわな困ると話した。右臀部の張りを訴えて一時、ベンチから外れていた助っ人は24日の中日戦でスタメンに復帰して以来、無安打と沈黙。欠場時期をまたいで17日の中日戦以来16打席ぶりの安打が勝ちある一発だった。